痛々しいね。あっちはまだ行けないからこっちからなんだが、はい、変わらずビオランテ。そういえばさ、このリストタグを取った後に、ここで何かが見れるっぽいんだけど、タイラントに追われてたから見てなかったんだよね。ちょっと待って、火炎放射器がさ、ない現状だとさ、どう、火炎放射器ないとあいつら起き上がってきちゃうよね。そのためのこいつが。かな。ドーン。燃え切らねえな。黒焦げにならないな。これまずいね。これまずいんじゃね。黒焦げにならないからさ、起き上がってくるよね、こいつら。普通に。やばいね。あんまりここ行き来できないじゃん。ここ微妙に覚えてるんだよな。微妙に覚えてない、微妙に忘れてるのはやめとこう。ビリビリか硫酸がもしかしたら効くかもしれないですね。試してみますか。硫酸弾効果があるなら、やっやってみようかな。というかもうね、硫酸弾しかないんだよね。上からボトって降りてくるからな、あいつらね。いた。まあ、あとでいいでしょう。ガンパウダー。ガンパウダー。で、これがやり方が載ってるやつだから。あ、手榴弾。ありがてえ。インベントリーいっぱいになってきたね。そろそろ戻った方がいいかな。ただ戻るのにもな、あそこ通るからな。あいつらまた起き上がるんだろうな。あ、書き置き。これか？いや、多分これ違うな。書き置きじゃねえな、これ。うん。作り方だね。あいつらをなんとかする書き置きは確か別のところにあったっけね。硫酸弾効くかな？効いてくれれば一番いいんだけど。聞いてる？こう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 。ああ、起き上がっ、あそこね、かすれてるからね、番号見れないんですよ。これだ。さて、硫酸弾ぶち当てたやつ起き上がってくるかね。火炎放射器がマジで欲しい。はい、悪癖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 。悪癖キング。
と硫酸弾効かないっぽいな。普通に起き上がってくるわこいつら。普通に起き上がってくるわ。そしてあのブルーファーブ欲しいんだが無理だな。待って、マジ火炎放射器。ちゃう。火炎放射器がないときつくないか、ここ。火炎放射器がないとマジきついと思います。マジできついと思います。はあ、そうですね。もしかしたらビリビリじゃないと効かないかも。あ、ビリビリで黒焦げにするのかな。リカさん、いる？リカさん。リカさん。爪痕、リカさんの爪痕いっぱいあるね、ここにね。で、まだリカさん出てきてないっぽいんだよね。あ、消費手榴弾はありがたい。起き上がるだろ、貴様ら。待って。やった瞬間に出てくるだろう。ってか起き上がるだろうこいつら。あはんあはんあはん。ああ、あの黄色い目玉みたいなやつですか。あれどうなんでしょうね。弱、うー、起き上がってきた。弱点っぽいじゃあ弱点っぽいですけどね。びっくりした。弱点っぽいといえば確かに弱点っぽかった。モテない。これは、ハンドガンの弾を作りすぎちゃった結果こうなってる感じがするぞ。やばいぞ。うん。かといって、無駄にできるものが何一つないんだよね。うん。どうしよっかな。インベン、リー研究員、メッセージが5件あります。うん、リー宛てのやつは見たね。とりあえず20発ここでなんとか撃っちゃえば、空きはできるんだけど、この先って確か、この格好は大失敗。この格好だからね。絶対寒いでしょ。まずこれに薬液を入れないといけないから、まだここに来ちゃいけなかった。確か何かにあそこを開くシーンとか書かれていたんだけど、どこだったっけかな。なんか資料か何かに書かれていた気がしたんだが、どれだっけかな。あ、違うな。どっかに書かれていたんだよね、あそこを解除するコード。そう、中身入れてないんだよ。中身まだ入れてないんだよ。中身入れないとここまで来ちゃった。テヘペロ、この裏じゃん。この裏にあったんじゃん。はい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 、オッケー。リカさん、そちらに行かせてはくれませんか。ゾンビさん、そちら側にいっぱいいるよね。どうしようかね、これね。あいつは進んでくるよね。あー、やばい。
リッカーダブルリッカーダブルリッカーアブアブっててアブってて危なかった危なかった起き上がってくんな貴様無駄玉は使いたくないんじゅいいちょ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 よし起き上がったいる何か来てるよね誰か残したメモ果実になった。彼らは何でも蘇る。燃やして。知ってる。解放してきてほしい。そこにもいたので、おばあちゃん。こっちに来ないで、おばあちゃん。モテないもうモテないここはハンドガンを使った方がよかったんじゃないかとっさにはいいな。はあ。どっかに油とかガソリンとかねえかな。戻ってこれたはいいんだが、戻ってこれたはいいんだが。いっぱいなんだよなぁ。まずこれいらないじゃろ、これいらないじゃろ、で、こんなにこれ持てないじゃろ、持てないじゃろ、ほんとね、これ、あとどこで使ったっけ、確かあと一箇所使うとこあったな。ただ、現状持っといていいものか。悩む。とりあえずこれをリロードしておけば空きができる。あいつら起き上がってんだろうな。起き上がる。潰してみようか。止めよ止めよダメよん今さっき開けたとこにあった。ああ、そこのやつはね、使えないっぽいんだよね。ああ、確かにあれが弱点っぽいっちゃ弱点っぽいけど。これきつくね？あそこを通るぐらいだったら下から回り込んでいった。いや。レオン編以上にここ厄介だな。
それを考えるとちょっとこれで打てるだけ打ってみるのもありだな。門町やめてんね。門町、え、どこ行った。あいつあ、全部潰せば、うん、まあ一旦全部潰せばいいっぽいですね。また起き上がってるっぽいけど、かんだまた起き上がるけど全部潰せば倒せるっぽいですね。あ、こっちだ。長かった。ドサって聞こえたよね今。ここ通るも嫌なんだよな。押したー、押したー。ただ今のうちにこいつら選別しとかないと、あのレベル3のドッグタグ取った時にタイランドがまずい。タイランドがマジでまずい。現在マニュアルモードです。マニュアルモードね、了解。適量を調整してください。あー、なるほど。まずこれに入れる。で、これに入れる。で、とりあえず入れる。で、変える。入れる。で、変える。ここ操作ミスすると1からだからな。OK。ビリビリですか？ビリビリ試したいところなんだけど、もったいないと思ってね。もったいないと思って使えない現状。ただやっぱり、今のうちにあそこ駆除しとかないと、先のことを考えると、いや待てよ。駆除剤であいつら死ぬんじゃね？そんな希望を抱かない方がいいかな。駆除剤で死んでくれたらどんなにいいか。そっち側にいるね。とりあえず、うん、遠回りだけど、そちら側から行きたくねえ。起き上がった。それな。潰れてしまえ。弾がもったいない。あいつらに使う弾がもったいない。マジで。悩みどころではある。悩みどころではあるな、この辺は。使ってみるのも手だが、ボス戦で使いたいしな、こういうのは。ま、ひとまずこれでなんとかするしかねえ。本当に全く。まだ起き上がるんだろうね、シプトン。あれ起き上がんね？本当に？信用ならね
ッケー。あ、そういやこれサプレッサーついてるじゃん。リッカー大丈夫かな。なんか隊長とか言ってる人いるけど、あれだよね、多分この人リアフレだよね。あほーん、あ、あ、サプレッサー有効。いらっしゃい。さあ冷やさないとね。ここにあったものはもう取っちゃったから、凍える前に何とかしないとね。しかし、これでなあ、あいつらなあ、あいつら倒れてくれればいいんだけど、倒れてくれなかった場合、タイラントに追われてる最中にあいつらに捕まって終わる。さあここまではいいんだが、こっからが問題なんだよな、マジで。どうしよう、あの死なない連中どうしよう。起き上がんじゃない。レオン編だと起き上がんなかったけど、お前起き上がんじゃん。やっぱな、これはあれかな、ちょっかいかけなかったら起き上がんなかったやつか。向こう側にね、あのアイテムとかいろいろあるところが、部屋があるんだけど、うん、ここのねサーバールーム、あーこれも取りたかった。サーバールームにね、アイテムがあるんだけど、危険を冒してまで取りに行くようなもんかな。これがあればまあいけるか。うわあかん、あかんわ、リッカマジあかんわ。ゾンビの数は減ってないはずだから。あれ、ゾンビの数少なくね、どうした。その角にいっぱいいるとか。そういる、なんでお前そんなにいるの。ここはなぁ、どっちでやるべきか。あーでもこれでなんとか。こちら側に誘い出せればあっちのサーバーでもいける。倒れたかお前ら本当に。リッカーに攻撃当てちゃうとまずいから。お前本当に死んだか。死んでる。オッケー、オッケー、ここまで来れたが、ガンパウダーでよし。ひとまずオッケー、ひとまずね。
なんだっけこれ。あ、ナイフ。あー、なかったから、まあ、ありがたいかな。預けるとしたら、まあ、とりあえず大丈夫かな。セーブするとしたらギリギリで向こうだな。行くか。こちらから行くと良くないから来たところ戻ります。囲まれた、囲まれた、囲まれたよ。どうしましょ。よし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 。来てる。あいつら来てる。走ったらあかん。ただ植物も多分生き返ってるであろう。やるしかねえな。ただ無駄な弾を撃たないで、なんだ、部位を破壊していけばいいんだけど。起き上がってる、やっぱり。本当に。膝。腹。腕。腕。起き上がってくんな。頼むから起き上がってくれな。さあ準備は整いましたから、ここでセーブしておいて、ここで一応セーブしておいてだ。さあ巻きに行きますか。巻きに行く前にあそこまた通らないといけない。わかんな。一体 OK、 一体 OK、 二体目 OK。 往復するだけで弾使う。こいつらが起き上がってくる前にさっさと、さっさとしないと、さっさとしないと、お前ら枯れてしまえ。薬液を散布します。枯れてください。お願いですから枯れてください。枯れたかな。雑草は駆除しないとね。枯れた、警告、枯れてる。規定の濃度を超えた薬液は許可なく散布されました。あ、倒れてる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 。あなたは懲戒処分される可能性があります。今のうち倒れてる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 。オッケー。さあ、あいつが来る前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 、逃げる。来るから、あいつ来るから。あれ来てない、あれ来ない、あれ、あれ、やばい、あかん。あれ、一発、こいつらの攻撃一発なの。こっから?こっからか。ちょっと待って。ちょっと待ってね。いや、待てよ。倒れているのであれば、倒れている間に胸潰しちゃえばいいんだ。そ
そうだ、薬液を散布します。まさかすぎる。捕まったら一撃で殺されるんかい。で、タイラントも来ないんだね。雑草は駆除しないとね。タイラント来ると思ってビックビックしながらやってるからね、マジで。ほら、許可なく散布されました。ダメだ、ここあれだ、もしものことを考えて。これでいいよ、とりあえずこれでいいよ。うわ、ここにいるやつ起き上がるだろう、貴様。起き上がってくんな。ちょっ。いや、君ここにいなかったでしょ。いなかった脳が出てくるなよ。なんで蘇ってるの。見ておこう。バイロン・カートライト宛てのメール、産業スパイの巣になった。先月3人、今月4人。今ワンパンって解説。ワンパン？ワンパン？まあ、いいか。ところで、タイラントは出てこないんだね。出てくるんじゃねえかってビックビックしながらやってたんだけど。なるほどね。組み合わせでまあこんなもんか。とりあえずこんなもんか。あー、びっくりした。ちょっと近いけど、一応セーブしておきまして。で、時間もちょうどいいので、今回はこれぐらいにしたいと思います。次回の動画でお会いいたしましょう。